世界中の皆様こんにちは、コパムーンです。おいっす今回ですけども、私今日本平ロープウェイにいます。見て、めちゃくちゃいい景色、すごい駿河湾一望でございます。僕今回何しに来たかというと、ここ日本平のロープウェイの乗り口に来ております。ロープウェイに乗ると久能山東照宮ってところに行くんですけども、海側から行くと階段で、町側から行くとロープウェイで、その久能山っていうところに行くんだけども、今そこの、町側のロープウェイ乗り口に来ております。で、僕は今日ここに蛇口からみかんジュースが出るっていうところがあるっていうので、僕は今日ここに来ました。で、静岡はみかん生産量日本第2位でございます。なのでみかんが盛んですみかんが盛んです。もうダジャレ、もうみかんが盛んなので、そこにみかん蛇口があるっていうので、ちょっとそこに行ってきたいと思います。では行きましょう。ここにあるのよ。よし、じゃあ入りましょう。マスクしてちゃんと。お邪魔します200円でお試しいただけます。レジにて。よっしゃ、買おう。飲みたい人、はい、じゃあ買おう。ここでいいのかな。はい、すみません、みかん蛇口。はい、何杯？5杯。5杯で、はい、よっしゃ、家族分5杯。はい、じゃあ、はい、ドリ、はい、はい、ドリ、はい、ドリ、わしからじゃ行くよ。修正て、あ、修正な感じだ。じゃあ、もう一回やんのよじゃあ、行きます。見て、え、出ないよ。出たこれ、ま、え、満パンまで入れていいの？贅沢に満パンでも入れていいの？癒やしい方の入れていい？やばいよ。いい？飲むよ。これ、清水さんの青島みかん 100%。 やばい、こぼれた。いただきます。こ、みかんこ、うまし、おいしい。うわ、みかん、すっぺ、ここいけ、ここいけ、みかん。おいしいよ、やっぱ。うまいわ、みかん。おいしい、みかんついてた。すっごいうまい。濃いな、みかん。じゃあ、コパムーンジュニア、行きます。おー、みかん、みかん、いい？はい、これでもいいです。どう？美味しい美味しい、はい、どうぞ。もっともっと、ギリギリ攻めな。
どう？あ、こぼれた。すごい。おお、おお、早い早い。うまい。マジ？おいしい？すごい？よっしゃ。はい、じゃあ次。はい、うちの手下ちゃん。上手上手。上手上手。いっぱい入れなさい。どう？おいしい。おいしい。いつものみかんと違う？いつものみかんジュースと違う？何が違う？分かんない。分かんないか。悪いね。はい。なんか、一杯じゃ足りないみたいなんで、2杯目に、行きました。もう2杯目行ってます。場所があるんで向こう行きましょう。これちょっと見てこの景色やばいっしょ。すごいいい景色では、この景色を見ながらみかんジュースいただきます。もうゆっくり飲もう。ああ、もうゆっくり飲もう。うまい。ごちそうさまでした。みかんジュース飲んできました。もうめちゃくちゃ濃くて、めちゃくちゃここ痛いし、もう丸ごとみかん食べてみたいで、めちゃくちゃ美味しかったです。興味のある方は、日本平ロープウェイの乗り口に来てみてください。車でブブッと行けますんで、皆さん興味のある方は、蛇口からみかん、静岡にも上陸しました。行ってみてください。では今回の動画は以上です。ではまた皆さんが他の次の動画でお会いしましょう。ではじゃあね、バイバイ。